皆様、こんにちは。2024年6月から日本語学会会長を務めることになりました、木部信子と申します。3年間、どうぞよろしくお願いいたします。日本語学会は今年創立80周年を迎えました。先日、6月1日に 東京外国語大学で開催されました記念式典と記念シンポジウムにおいて私はパネリストの一人として登壇する機会を与えられましたそこでその当時の資料を少し調べてみました、まあ、これまで話にはいくつか聞いておりましたけれども実際に改めて資料を調べてみますと 当時の先生方の熱い思いと大変なご努力が伝わってまいります。1944年と言いますと、終戦前のことでございます。その当時、まあ、出版事情があまり良くなくて、出版の数を制限しなければならなかったことが、ああまあそういう事情がありましたけれども、 それよりも何よりも当時の事情から言って国語というものが国策に利用されかねないという懸念を強く抱かれて先生方は、えー、自由な学問の場、独立した学問の場を早く作らねばという思いで、えー、国語学会、まあ、当時は国語学会と言っておりましたけれどもその国語学会が 設立されたということが書いてあります。え私どもはこのような、えー、先生方の熱い思いと大変なご努力があって、国語学会、まあ、現在の日本語学会が存在しているということを決して忘れてはならないと思います。さて、 今期はこのような80年の歴史を踏まえて進んでいくことになりますが、当然それに加えて新しい動きも取り入れていかなければなりません。まず、今期の新しい動きでご報告しなければいけないのは、何といっても理事の9名のうちの5名、半数以上が女性で構成されることになったと。 いうことでございます、まあ。私も、あの、会長職を引き受けるときに、このことに大きく後押しをされました。これまで日本語学会の理事は、まあ、女性が大変少なくう、1、2名と、あるいはゼロという気もございましたので、このことは、まあ、大きな変革であろうと思います。まあ、しかしですね、あの、これまで、 女性の方は、あの、いろんな委員会、委員長ですとか、まあ、学会の役員なんかでも、あの、すでに随分活躍してこられましたので、まあ、今回のこのような事情は、まあ、当然の流れの中にあろうかと思います。もちろん、女性だけではなくて、男性の方と一緒に日本語学会を盛り立てていく。 行きたいと思っておりますので、どうぞ男性の方も女性の方もよろしくお願いいたします。次に、えー、若手研究者の育成というのも大きな課題でございます。これはあの前の日の近藤会長が熱心に進めてこられたことで、まあ今期もこれを引き続き行うことになります。 前の期は、えー、中高生、えー、日本語コンテストという催しが非常に大きな成果を収めました、えー。たくさんの中高生がコンテストに応募して参加してくださいました。まあ、この参加者がですね、将来、えー、日本語研究を担ってくださる方になれば大変嬉しいのですけれども、まあそうでなくてもですね、 あの、このコンテストに参加した中高生が将来、えー、この経験がきっと活かされることになるだろうと思います。それは、まあ、日本語学会にとりましても大変嬉しいことでございますし、それから何より日本語学会を若い方に知っていただくきっかけになったと思います。えー、今期はさらにこれを発展させていきたいと、 考えております。日本語研究の国際化というのも今後大きな課題になってまいります。これも前の近藤会長がネシチンに勧められたことでございますけれども、その成果が今年3月に Language in Japan の第1号として刊行されるという 結果となりました。これは大変嬉しいことでございます。で現在、第2号の編集が進んでおります。えー、会員の皆様方もですね、この Language in Japan のに投稿するということを、これから選択肢の一つとして考えていただければと思います。まあ、最後になりますけれども、 えー、日本語研究を含む人文学というものが、まあ、現在社会では、えー、大変厳しい立場に置かれております。例えば、まあ、人文学は、その社会の課題に、えー、対応して行われていないんじゃないかとか、それから、うん、評価の仕方が、えー、不明確で正しい評価がなされていないんじゃないかというようなことをいろいろなところで聞きます。 まあしかしですね、私は、あの、日本語学、人文学は、社会にたくさん貢献してきていると思います。例えば、現在でも、人文学に関する書籍がたくさん刊行されておりますし、それに大きな反響がございます。ただ、私たちも、これまで少し、あの、わかりやすく公開する、えー ということが足りなかったかなという気もいたします。まあ、これからその人文学、えー、それから日本語学、日本語学会をさらに盛り立てていくために皆様方と、えー、共に協力しながら歩んでまいりたいと思いますので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。